んばんはです。心霊キャス、山梨県の旧割石トンネルに来てます。時刻は12時超えましたか。寒い、半端じゃないぞこの寒さ。普通に息白いですね。白い。何度ぐらいだろう。もう今4度とか3度。冷えるなぁ。はい、いらっしゃい、どうも、こんばんは。横向きぐらいありますよ。あるよね。ありがとうございます。 OK、 じゃあ用意したら行こうか。もういい、めちゃくちゃいいですね。いい、大丈夫、はい、よしよくね。寒い、半端じゃないっす。はい、いらっしゃい。もう変わります。マジですか。こんばんは。ほら、こちらこそありがとうございます。どうもですね、寒いっすよ。ここはね、トンネル内にね、まあお地蔵さんみたいなのがあるんですよ。以前僕が行った時に、初めて行った時に、その目の前からなんとお経が聞こえたんです。なんよ、俺固まりました。ズームしちゃったな。大丈夫。いらっしゃい。はい、みんないらっしゃい。こんばんは。マッコイさん、長尾。長尾じゃないよ。長尾電気ついてないでしょ。山梨に来てるよ。もう顔あります。おー、フォーカス聞いちゃってんね。9割石飛んでる。カメラも。行く？大丈夫？うん。ピントが合わねえな。ピントが合わねえ。なんかピントが合わねえな。うん。中入るよ。入るけど電波がもしかしたらダメかも。地震は大丈夫だったね、電話さん。皆さん。よし。ロックした。じゃあ行きますか。こんな感じです。暗くすると寒い。あ、早川さんいらっしゃい。皆さんいらっしゃいませ。揺れなかった、揺れたの？あんま揺れてなかったけどね、感じなかったよ。でもすごい音したけどね。地震がありますって。今夜は お経が聞けるんでしょうか。もういい、いらっしゃい。今日はユダヤさんとね、来てますんで、ユダヤさんもね、見てあげてください。2画面で。左と右になってますから、ユダヤさん左で。ちょっと電波落ちるかもしれないんでね、皆さん。そう、石武島があるんですよ。そのあたりが電波悪いかもしれない。こんな感じ。あ、なんか電気の音でしょこれ。うん、俺も最初そうかなと思ったんだけど、もう嫌な感じがします。こんばんは、いらっしゃい。佐藤さんいらっしゃいね。そう、奥の方が、奥の右側にあるんですよ。そこが電波がね、もしかしたらアウトかもしれない。ユーザーさんがちょっときついかもね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫。うん、はい、どうもね、ヒロさんね、よろしくお願いします。本当に今度ね、機会があればね、行きましょう。ヒロさんのとこって長野じゃなかったっけ、埼玉だっけ。そっちも揺れたんじゃないかな、皆さん。はい、初見さんすでに怖い、いらっしゃい。ここはね、旧割石トンネルって言ってね、まあ、ちょっとくぐってみると分かると思いますけど、ここはね、奥の方の2個目のライト、あの電気があるでしょ、奥の1個、ま、端っこのあそこの右側にトンネル内に穴掘ってるんですよ。掘って、まあいわゆる供養塔みたいなのがあるんです。ここの噂はね、簡単に言うと、ソフトバンクね、僕はね、ドコモなんで、うん、顔がある。ここの噂はね、一応あれですね、口先女が出るとかね、まあいわゆるここで生き埋めされた朝鮮の方の霊が出るという噂があります。
ただ僕はね、初めて来た時にお経を聞いてます。もろで今日で多分4回目ぐらいのとね登場なんですけど、この影がね、ほら見てこれ僕なんですけど、影がもうめちゃ怖いでしょ、ほら影がめちゃ怖くない？ほら映ってるでしょ。なんかね分かんないんで、花束がねいっぱいある。この影がめちゃ怖くないですか？これ僕なんですけど、防寒着着てますよ、もう寒くて。ほら怖いでしょ、うっすらと映ってる。うん、聞こえました。ちょっとねひるんじゃいましたけどね、その時は。そういうトンネルでまだ電波ありそう。パーンとか言ってたね。まだ行けそうだね、大丈夫だね。怖いっしょ。ところどころ弾切れてるからね、こう全部切れたら最高に怖いんだろうね。まだ行けそうだな、電波ね。怖いですね。そろそろね、問題の場所です。伊沢さん後方から来てます。ビービーってなってます、うん、置いて覚悟。はい、お茶ありがとうございますね。皆さんどうもありがとうございます。そこになんか分かりますか？ほらそこにほらなんか空いてるでしょう。行けたね、どこも。すごい、ほら花束クーフしてて、供養してるよ、やっぱり。こんな感じ。こんなのなかなかないんですけどね。ほら。大福もね、ほら新しいんですよ、あなたも。いつもこれ前ね、顔っぽいの写ってたんだよね、昔。前よりか電波がねいいんです。頭痛い、腰が痛くなったな、ね、え、すげえ電波あるな、どこも。伊豆さんはちょっときついかもしれないけどね。なんか覗き込んでない、あそこ。なんか人の顔みたい。こっち側見てないよ、俺。なんかこれ怖えよ。なんのほれんしかわかりませんけど、奥の声がする。顔出てる。ちょっとなんかほら、ちょうど石仏のあの水が垂れてるところになんかちょっとなんか光ってるでしょ。あそこがなんか顔っぽく見えるけどね。うん、奥のところ寒いんだよ、すげえめっちゃ寒いんだよ、本当に。本当寒いんだよ。ね、逃げろ。金子全然わからない。顔があるっぽく見えるけどね。下にも顔がある。マジ前この辺りでね、僕がやった時にいきなり木魚の音もしてきて、だんだんトン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 、波を振れんカンってなったんですよ、目の前で。あ、お経だとか言って僕が言ってね、お経聞こえるとか言って、ちょっと動けなかった。その時大きい顔があります。こんな感じ。雑音聞こえる。聞いた音がいろんな高さに変わっていく。お経が聞こえる。マジ
その時はね、本当聞こえたんですよ、僕も。あっちにはね、南無阿弥陀仏のね、碑があるんですよ。さっき言ったんですけど。うん、聞こえた？こんな感じ。じゃあ雄大さんに場所を提供しますので、こっち行きます僕ね。あ、こっちの方が暖かい。温度差が違うな。うん、超える。あ、それ雄大さんが今来たからちょっとね、場所を譲って、こっちの方が暖かいな。暖かいよ。猿もいたからな、この辺り。変わります？本当？マジ？寒いな。顔面が寒い。なぜにこのカーブミラー意味があるんでしょうか。このカーブミラー意味ありますか。多分ないと思うんですけど、真正面向いてますよ。しかも霊が映るんでしょうか。あまり意味がないんですけど、寒い。なんていうのかな、雨降ったっぽいね、さっきと。濡れてるもん。噂だとこう登れるとこがあるらしいけど、これはちょっと無理だけどね。こっからのアキラさん登ったのかな。多分。顔いっぱいあった。山奥ですよ。橋さん、山梨ですよ。ちょっとね、電波薄くなったな、ここで。ちょっと薄くなったんで、ちょっとこっちも。行けた？行けた？そう。薄いでしょ？俺だって大事だ。こっち下行くともうダメだね。ああ、そうですか。3日落ちちゃうとダメなんだよね。0.5 ですよ。俺も今 0.5 だよ。うん。更新しても多分ダメだろうね。え、落ちちゃったんですか？落ちてはいないけど、なんかやばそうな雰囲気が。あるね。今1だね。 1.5、 2。今10です。復活するのが遅いんだこれ。あ、こんな感じ。こっちらへん、ここめっちゃ寒くないですか。寒い。風が多分こう来てんだね。あ、今10に戻ったね。うん、怖いよここは。誰かいないと思うけど。だからここは女性となんかそのね、男性の作業員風が動きがあるらしいんだけど。降りますか。寒い。やばいよ。寒い。寒いね、本当に。これね、旧割石隧道って言います。旧割石ですね。うん。山梨です。海幕ね、こんな感じ。寒い。しかも風が冷たいんです、これ。ね。でもあの時はね、本当に顔がある？あの時はね、本当あそこの時に顔が写ってたの。写真撮ったの。はいはい、で、次行った時ないの、それが。マジっすか。しかも女性の顔なんだ。うわー、すごいですね。こっちはじーっと見てる。だからそれが多分もしかしたらあったのかな。あ、はい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 。うん、まあそうだね、ちょっと下の方だね。3体います？ちょっとあそこ行きますか。行ける？ゆうださん。
薄い。この入った瞬間からもうマジ本当ダメだった。ダメですね。あのお地蔵さんに近づいたら 0.5 になるんですよ。マジなんかできないかな。前はね、腕も悪かったんだけど、どこもね、全然いけちゃう。ああ。ほら、10。あ、今もまだ10ですけど。10? 10です。まず、あ、9.8 ですね。嘘、10。あ、写真写してますね。デジカメは直りますね、一応。撮ったやつ、まだ映ってる。ここ。あ、10です。ん？ 10です。10でしょ？いける？この辺りだっていけるんじゃない？で、この辺から撮ったら、こういう風。こういう感じで。あ、向こうから来るとダメですね。うん、多分。あ、また余震ですね。また？またですね。震度3です。嘘、もうダメだね。これ、寒い。めっちゃ寒いんですけど。足冷たいよね。冷たいですね。あ、トイレ近くなるよ。風一応ちょろちょろは吹いてますけどね。マジ聞こえてくる？地震こっち来ないね。来ないですね。うん。また音鳴ってきたら怖いですけどね。ねえ。遅延が発生しますね。やばい。7.8 です。マジ？まだできますね。まだいける？でも徐々になんか下がってきます。なってきた。こんな感じかな。線映ってない。皆さん見れてます？見えてます。お前でどう？ズームで。風邪ひきたくないけどね。ほんと寒いよね。寒いですね。うん、なんていうの、この風が冷たい。これまでやってたよ、これ。異変起きるんでしょうか。手袋してんだよ、もうずっと俺。ああ。ゆうでさんしてんの？片方だけ。片方だけ。両方してて寒いの。ああ、マジっすか。うん。本当ですよ。大丈夫そう？電波的に。電波的にはなんか徐々になんか下がってきます。マジ？心拍数がなんか下がるみたいな。本当？もうだって 5.5 ですよ。嘘。ビクともしない。マジっすか？どこもいいっすね。前はダメだったんだけどね。ああ。匂ってくるのかな。ちょっとごめんなさいね。ちょっとじゃあこっち側で俺が真正面で皆さん。サープこんな感じしとこっか。いる？あ、落ちた。落ちた？マジ？静かにします。顔出てきた。今なんか足音聞こえたんだけど、僕の奥の方から。あれ、なんか浮かび出てきたぞ。気のせいかな。寒い。よし、これいって。寒いな。ちょっと写真撮ってきましょうかね。ツイッター上げちゃいましょうか。ありがとうございます。
セットアップしました。足音しない、向こう側でカラ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 言ってるよね、なんかね、ってますね、カラカラ言ってるよね、はい、だんだん近づいてきてるの気のせい。マジっすか。なんかだんだんなんか近づいてきてる感じ。なんか葉っぱが転がる音とはまた違いますよね、うん、違う違う、歩いてるね、なんか冷たいね。今日一番寒そうじゃない？今日一番寒そうじゃない？風が出てきたよ。ちょっと手袋しないとまだ。ああ寒い。帰りましょう。マジ？いや下手じゃないからな。うん。見てる変わります？マジ？顔見えない？なんか拡大するといいのかな。ちょっと見にくいと思うけどどう？ほら、なんとなくほらぼやけてるけど、ズームで聞こえてるわ、ちょっと。そう、じゃあ多分右側なんかこっち見てるような感じすんで、なんか浮かび出てきてんだよ、なんかだんだん気のせいだと思うんだけど、多分気のせいだと思うんだけど、なんかこっちをね裏目の方に見てるような感じする。その中で僕は寒くて震えそうです。今日一番の寒さ。これ一度とか二度じゃねえ。今の気温何度？気温のアプリとかない？まあ、温度計とか。温度計探しようかな。お腹すいてたら腹鳴ったぞ。デジタル温度計、サープ、今インストールしてます。温度計何度なんですか。サープ、ほんと寒いんですけど、ちょっと待ってね、ごめんなさいね、ちょっと位置が悪くて見れない。皆さんのコメントは拡大しない方がいい？じゃあちょっとこうしとく。うん、顔ほんとだよね、開こうか。ちょっと今温度計をね調べてますけど、あ、でもね、11度です。11度なんだけど、11度なんだけど、11度の寒さじゃない、これ。冷たい、11度。気温11度。今11度なんだ。ちょっと右やばそう。増えてきてる。でも立ってるかなんかな、俺もね肉眼で見る限りはちょっとはっきりしてきたかな。ちょっと近づいてみましょうか。ちょっとは近づいてみましょうか。でもね多分ね違うんだよね、そういう風に見えるだけだって。前はねここに映ってたの、ここに顔が、女性っぽい顔がほんとはっきりと。まあ写真今度見せてあげますけど、こっち、あ、え？犬？なんか犬の顔？これ。ゆうたさん、犬の顔が。あります。なんかこっち骸骨かな。